でんがみほいんれかむざいなれ。皆さんお元気ですか？みほです。インドのコロナ大変なことになってきています。デリーでは1日の感染者数が30万人とかいて、1日でもう苫小牧市が軽く全滅する勢いと考えると本当にすごいなと思います。ちょっと分かりにくい例えですいませんって感じなんですけど、感染だけではなくって、インドではワクチンの接種も日本よりずっとハイスピードで進んでいて、人口13億人分の1億人以上はもう接種が終わったみたいです。もう軽く日本国民全員のワクチン接種が終わったに近い計算ですよね。当初は65歳以上しか受けられなかったのが、あっという間に45歳以上が対象になって、今は18歳以上で希望すれば受けられるみたいです。日本とはだいぶスピード感に差がありますよね。去年も今頃が一番こう閉塞した空気が流れていたように思うんですが、本当姿変え形変え、いつまで続くんでしょうね。私の住んでいるラダックは最近まではいやデリー怖いねみたいな感じでこう遠くから見ていたんですが、ついにここでも感染爆発によるロックダウンが始まってしまいました。まあもう今更何も特別なことはできないので、とりあえず手洗いうがいマスクの徹底、あとは万が一かかっても、もうなるべく軽症で済むように普段から元気でいることを心がけています。皆さんも本当にお気をつけください。さて今日は最近あったちょっと面白い出会いについて話したいと思います。今までも変わった出会いはたくさんありましたが、その多くは旅の間っていう非日常空間で起きることが多かったように思うんですが、今回のは普通に生活している中で起きたお話です。ある日夫のスタンジンが一人で車を運転していたら、なんかブレーキがうまく効かなかったとか言って、なんか前の車にぶつけちゃったみたいなんですよね。で幸い相手の車に乗っていた人たちには誰にも怪我はなくって、傷も小さなもので済んだんですけど、一応やっぱり傷は治してくださいっていうことになって、後日その車の人と一緒に車の修理工場に行ったそうなんです。で修理の間、スタンジンとその人とがこう一緒になるちょっとした待ち時間があって、まあ、もう別に相手の人も怒ってなくって、特にそんな険悪な空間とかじゃなかったみたいなんですけど、その時にスタンジンが、いや実は僕の奥さんも外国人なんですよねって話題を振ったらしいんです。っていうのもスタンジンが車をぶつけた時、車の中にそのラダック人の男の人と、あと欧米人の女の人、奥さんですね、とあとハーフの子供が3人ぐらい乗ってたっていうことで、でまあそんなことを話してみたみたいなんですけど、でそしたらその人がえマジってすっごい喜んで、でラダック在住の外国人妻のグループがあるんだよって、奥さんも入ったらいいよって電話番号教えてって言われて、その日スタンジンが家に帰ってくるより前に、あの私の知らないジェシカっていう人からいきなりメッセージが届いて、なんだこれって思ってたら、まあそんな話でした。でそのグループっていうのが WhatsApp っていう、日本でいう LINE みたいな感じのアプリのグループなんですけど、その時ちょうどイースターっていうキリスト教の行事があったんですけど、それが近いからみんなでピクニックに出かけましょうみたいなトピックで話が進んでいて、でなんかみんな、じゃあ私はパンを作って持っていきますとか、いろいろメッセージが飛び交ってたんですけど、そしたらそのグループの中に2人日本人の方がいらっしゃったんですよね。グループ全体で8人ぐらいだったと思うんですけど、でそのうち1人の方は、その方のブログを私ほぼ毎日ペースで拝見していて、
一方的にすっごくよく知ってる方だったので、あ、ついにつながってしまったっていう感じだったんですが、さらにもう一人いらっしゃったのは知らなかったので、こんな僻地のダダックに日本人妻が二人もいるんだってちょっとびっくりしてしまいました。結局そのピクニックは私は行けなかったんですけど、多分そのお二人はグループにミホっていう日本人っぽい名前のやつが現れて、なんだこいつはって、多分思ってるだろうなと思ったので、ご挨拶というか個人的にメッセージをさせてもらいました。すごい緊張したんですけど、どちらの方もすごい気さくで優しい方で、お二人とも多分もうラダックには10年以上住んでらっしゃるみたいです。で、一人の方はなぜこんなところに日本人とか、あと他にもなんかいろんな番組に出てる方で、なので私にはその役はきっと回ってこないと思います。よく友達には、いや、美穂いつか出演するよねとかよく言われるんですけど、大先輩がいました。で、また話をさせてもらう中で、他にも日本人の男性が2名いるっていうことも分かって、私旅人時代から日本人だけでつるむのはもともとあまり得意ではないにはしても、でもやっぱり日本人がいたら心強いことってありますよね。てかね、もう早速良かったことがあって、このお二人はどちらも主に日本人旅行者を相手にした旅行代理店や宿を経営されてるんですが、このコロナで方向転換をして偶然お二人とも最近ベーカリーを始められたんです。で、それぞれタイプの違うパン屋さんなんですが、この僻地のラダックで日本クオリティのパンが手に入るようになると思うと、もう涙出ますよね、ほんと。しかも最近一人の方が塩麹を作ったからどうぞってお裾分けをしてくれて、日本食材って本当に貴重なのですごい嬉しかったです。袋を開けた瞬間に甘酒みたいなこう甘いいい匂いがブワッて広がって、もうあまりのいい匂いに白目向いてのけぞり帰りそうになりました。その後、最初に出てきたジェシカ、スタンジンが車ぶつけた人の奥さんですね、が個人的にメッセージをくれて、お家にも遊びに行ってきました。そしたらジェシカのお家がめちゃくちゃ素敵で、もうこんなモダンな家ラダックで初めて見たぞっていうレベルで、っていうのもジェシカはベルギー人なんですけど、結婚してラダックで暮らすことが決まった時に、ラダックで暮らしてもいいけどある程度の生活水準は欧米式に合わせてくれないと無理っていう条件を提示したみたいで、本当にキッチンとかダイニングルームとかはもう欧米のお家をそのまま切り取ったみたいでした。バスタブもあったしね。なのでもうこういう生活は無理なんだろうなって思い込んでたんですけど、ラダックでもできるんだってすごい希望をもらいました。というわけでちょっと話が長くなってしまったんですが、夫が車をぶつけるというアクシデントからそこでお友達ができてしまうっていう、多分なかなかない面白い出会いだと思ったので、今日は皆さんにもシェアしてみました。またそこから日本人ネットワークも作ることができました。この先みんなとものすごいべったりになるかといったら、私が極度の人見知りなので、なかなか実現しないとは思うんですが、そう、この人見知りっていうのもなかなか信じてもらえなくて、そのうち別の機会でお話できたらと思うんですが、今日は久々に新しいお友達ができましたというお話でした。ではまた次のビデオでお会いしましょう。ジュレー。